ノコギリ大掃除を流星を叩き潰してやる。天保雷雷の玉にはまだ誰も知らない大いなる力が秘められている。みんな、でーん、お、でーん、しゃ、でーん、お、でーん、でーん、五星合体大連王、でーん、何が始まるんだ。見たか、これが大連王だ。なんのそれ式、行くぜよ。でーん、でーん、プシュプシュ、ガシャ、ドーン、カシャ、ブッ、ザシュ、ドンドン、ブッ、ズバシ、ザシュ、ドンドン、わしが負けるなんてないぞよ。ドーン、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 ドッカーン、プシュプシュプシュ、
キーン。ピシュブワー。デデーン。デデデーン。お疲れ様です。前田です。いつもご視聴ありがとうございます。まさとし前田チャンネルでは、騎士竜戦隊竜ソージャーのデラックス玩具、騎士竜王を使って、いろいろな合体遊びをしています。視聴者の皆さんが考えたオリジナル竜装合体の遊び方をぜひ教えてください。私が考えたオリジナル合体や、視聴者の皆さんが考えてくださった合体の仕方、それを竜創造合体シリーズとして、シナリオを勝手に制作、合体シーンも僕が勝手に考えて作ります。応募フォームやコメントで皆様からいただいたアイデアは、一つずつ、まさとし前田がチェックしております。この夏から、俺も加わったぜ。2019年7月現在、ティラミーゴ3体、トリケーン4体、アンキローゼ4体、タイガランス4体、ミルニードル4体。ディメボルケーノ4体。モサレックス2体。マエタの家にいっぱいいます。おもちゃ屋さんか！今では毎日のように視聴者の皆さんがアイデアを送ってくださいます。そのおかげで次々と新しい竜創造合体ができてるぜ。送っていただいたアイデアが採用された方は動画内で発表。お礼を申し上げます。ファイブナイツをベースにしたものや、騎士竜王をベースにしたシンプルなもの、とにかくごちゃごちゃ合体させたもの、たくさんのアイデア、コメントをお待ちしております。できれば俺を後ろに回す合体はやめ。ということで、皆さんの力と、まさとし前田の力を、一つに合わせ、ドルイドンもびっくりするような、竜創造合体を決めようぜ。ああ、できれば俺の顔を前の方に。リュウソウルのことも忘れないでね。騎士竜が増えるたびに増えてます。いやー、シンプルに3体合体とか、騎士竜王をいじったりとか、3ナイツのバージョン違いとか、5ナイツをベースにぐっちゃぐちゃにくっつけたりとか、とにかく今までいろいろなやつをやってきたね。中には微妙なやつもあったけどね。まさとし前田の思考回路はワンパターンだからな。し、やる気なくしたらどうするのよ。お、これかっこいいな。俺たちのロボットは他の戦隊と違って自由度が半端ないぜ。ティラミーゴ1体、タイガランス2体、アンキローゼ2体とか、ミルニードルを4つ使った合体とか、いろいろなアイデアをいただいたね。中には息子さんが考えてくれたやつをお父さんが送ってくれたやつもあったぞ。しかも写真付きで、今現在竜創造合体の応募フォームには、写真をつけることもできますので、こんなかっこいいやつできましたっていうのを送ってくださると、それの合体シーンを勝手に僕が考えて作ります。おお、M 字だ。なんとギガント騎士竜王っていう名前が被ったんだよね。アバレンジャー先輩とコラボしたり、騎士竜王なしの合体とか、違うパターンのファイブナイツ。そして季節外れのクリスマス。ディメボルケーノも登場しての6体合体や、こんなめちゃくちゃな合体みたいなこともやったね。トリケーン4つとか、ドリルいっぱいとか。これはかっこいいね。ディメボルケーノのパーツは映える。おー、すごい。いや、でっかい武器かっこいいね。ミルニードルも4つ合体するとかっこいい。とにかくいろいろな竜創造合体をやってきたけど、すごく毎回楽しい作品ばっかりだったね。お、ついにゴールド登場？これも奇抜だなぁ。またアバレンジャーやったり。モサレックス登場で竜創造合体の遊びも広がってきたぜ。燃えてきたー！カナロ、それ、戦隊が違うわ。
ミニプレイヤーガシャポンでの応募も待ってるよ。同時に敵キャラに使うロボットのアイデアも募集しています。私のチャンネルでは敵キャラを他の戦隊のロボットにやらせますので、この怪人はこういう特徴があるからこのロボットがいいとか、この敵はこういう攻撃をしてくるからこのギミックを持ったロボットがいいんじゃないとか、そういったアイデアがいただけたら嬉しいです。敵キャラを選定する際の理由付けになるので非常にありがたいです。ちなみに我が輩は目立つところにつけてほしい。かっこいい、面白い、イケてる、竜創造合体遊びを教えてください。皆様からのアイデア、コメント、お待ちしております。前のやついっぱい使い回してごめんちゃ。よろしくお願いします。前田でした。